役所内で大事件が起こりました。大事件といっても新聞やテレビで取り上げられたわけではないんですが、僕的にはもう信じられないことが起こりまして、詳しく説明をさせていただきたいと思います。葛飾区には当然ですね、税金を納めていただかなきゃいけない。葛飾区民の方にですね、特別区民税というのを納めていただいて、葛飾区の区民の皆さんから頂戴をしたですね、税金で我々は仕事をさせていただいているということなんですね。そんな中で税金を滞納された方がいらっしゃいまして、もちろん税金を滞納するっていうことは、まあそこだけ見る聞くともとできないことなんですけども、人それぞれ事情っていうのがあるわけですよね。そのお金を、税金をですね、分割で払いたいということで、今年納める分については、これはちゃんと毎月納めていきますと。これまで貯めたものなのか、ちょっと去年分なのか分かりませんが、これまで滞納してたものをですね、12回払い、まあ1年間に分けてですね、やりたい。それがですね、葛飾区のホームページに出ていまして、ですね、基本的には1年以内で、納めてくださいということなので、まあ、12回払い、これまさに1年なんですよね。で、1年だと、これは特段申請をすれば、財産を差し押さえされるんじゃなくて、大丈夫だということなんですよ。問題はこの今回ですね、このホームページに出ている管下の猶予期間内に完納することができない、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。これね、非常に厄介な書き方というか、もう区役所の職員のさじ加減で何とでもできる書き方ですよ。つまりね、やむを得ない理由があると認められる場合についての定義がここには書いてないんですよ。24回払いということができるんだけども、それの2年という支払い方法ができるんだけども、それはやむを得ない事情、理由があると認められる場合についてという非常に抽象的な表現をしてるんですね。何が事件かっていうと、録音禁止って言い出したんですよ。録音禁止、これ大問題ですよ。これこの納税者の方が、本人が直接先週ですね、例えば滞納している葛飾区民の方が訪れて録音禁止って言い出したんです。これはダメですよ。12回払いがダメなのか、24回払いがダメなのかについての話で結構揉めたそうなんですね。区民側、区民とその社長と税理士さん3人で、葛飾区役所側は40前後の担当者ということで、僕は12回払いなのか24回払いなのかは正直どうでもいいです。問題は録音することを禁止するって言い出したんですよ。大事な交渉を録音取っとかないと、後で言った言わないになってしまうじゃないですか。これね、葛飾区で録音禁止だって最初言ったそうです、対策課の職員は。誰がそんなこと決めたんだよ。誰が葛飾区役所内で録音禁止なんてルール作ったんだよ。いい加減にしろよ。で、それで僕はここについては僕は介入しませんと。こんなの政治家のある意味圧力にもなりかねないから、じゃなくて、ここ録音禁止、これダメでしょ。そんなこと言ったら葛飾区役所内で録音なんか禁止なんかしてないですよ。僕直ちに色を仲良くさせていただいている筆頭課長にすぐに、まあ、会いに行って、税金の方で今えらい揉めてて、録音ダメと言ってるのはどういうことですかって言って、そんなルールがあるんですかって言って、まあその後僕がその課長に言ったためにですね、葛飾区役所としては録音禁止してないって言い出してたんですよ。で、何を言い出したかって言ったら、収納対策課では録音を禁止してるって言い出したんですよ。区役所の仕事、職員さんはね、録音されたらまずいようなこと言っちゃダメなんだから、気合い入れて仕事してくださいよ。
で、間違った時はごめんなさい、言い間違いましたとか勘違いでしたって謝罪すりゃいいじゃん。大事な交渉なんでしょ、税金。これ区役所の職員も大変でしょうけど、これ12回払いを24回払いにしてくれないと生活やっていけない区民の人からしたら死活問題でね、2度も足運んでるわけですよ。で、そういう人にね、で1回本人が先週行ったらこっちしかダメだって言われたんですって。でそんなこともあるから、ちょっと録音しながらどうなのってこの話をこう聞こうとしたら、とにかく録音禁止だなんてことをね言い出したから、じゃあ収納対策課として録音禁止になったら録音を禁止するということを一筆書いてくれって言ったそうなんですよ。葛飾区の条例やルール、何らかの規則で葛飾区役所内では許可なく録音しちゃいけませんみたいなことを書いてるんだったらね、それを見せてくれたらそれはありませんと、収納対策課で決めたルールですということで、じゃあルールだったらそれを書いたものを出してくれ、そんなものはありません、じゃあここで一筆書いてくれ、それも嫌ですってこうなったんですよ。録音してもらいましょうよ、大事でしょこれ、分かりづらいでしょ。ここの部分ですよ、これ、管下の猶予期間内に感応することができない、やむを得ない理由があると認められる場合はって、ここの部分って何なのよ。やむを得ない理由がある場合ってどういうこと、誰が決めるの、やむを得ない理由があると認められる場合って教えてほしいな。だからこれちゃんと説明をしてもらえないですかね、葛飾区役所の担当者の方、このやむを得ない理由があると認められる場合をですね、区役所側のさじ加減でいい加減な曖昧なことをしてるから、人によって違うと言われたらまずいから録音禁止してるんですか。禁止するんだったら禁止するでちゃんと条例案作って議会にあげてくれよ。葛飾区は区民が税金の納税の相談に来た時には全て密室で録音もせずにやるんです。これも本当信じられないですよ。これ許可も禁止もされていないし、そんなの当たり前じゃん。公務員の仕事は業務中でしょ。公務員が昼ご飯食べてる時間とかそんな録音させろとか言いませんよ。公務員としてものすごい重要なとこでしょ、これ仕事内容が。住民票ください、でそういうね簡単な事務処理じゃないじゃん。これ穏やかに話をするような内容じゃないでしょ。税金に関しての滞納を何回払いかですよ。いわゆる契約をするわけですよ。この先の支払い方法について和解書なり契約書なり返済計画書なりを作ってやるわけでしょ。でそれでもダメだったら裁判所を通じた強制執行ってやるところだから、非常にナーバスな機微な情報が扱うとこじゃないですか。だからパーティションで囲ってるんでしょ、隣の人に声が聞こえないなってるんでしょ。区役所の職員の言い分僕聞いてびっくりしましたよ。それ間接的に聞きましたけど、録音されたら隣の人の個人情報が録音されるかもしれない。これはまあちょっとまあ言ってる理由分かりますよ。で次、もっと驚いたのは、編集をしてネットに上げられたら誤解が招かれ生じるみたいなこと言ってるんですよ。もうそんなことを言い出したら葛飾区役所テレビの編集とかも全部誤解招くじゃないですか。もう本当呆れ返る。でその後僕総務部長、まあ、女性の総務部長にも言いました、こういうの。だから公開にされてるような議会に関しては議事録を取るから、それは録音禁止だっていう確かにルールはあるそうです。でも区民が窓口に来てね、録音しちゃいけないなんてそんなルール作ってもないし、そんなことをしていることに対してあまり罪悪感を感じてなかった、この部長さんも。これ本当に大問題ですよ。結果としてはどうも24回払いになったらしいんですよ。区民が1人で行ったら12回払いで、ね、僕の知り合いの税理士が行ったら24回払いになるなんていうのもおかしいんですよ、本来は。でもそれは区民が1人で行ってもちゃんと返済計画などを説明できなかったけども、税理士さんとその区民の会社の社長が行って3人で行ったから、あ、この人はちゃんと税金を納める意思があるな、2度も区役所にまで来て
今年の分は滞納せずに会社で転引きして払う、去年までの滞納したものも会社が責任を持って払う、時効の中断もなるから大丈夫だと思ったんでしょうけども、だったらなおさら録音を禁止するっていうのは意味が分かりません。ここについてはこれ YouTube を葛飾区役所の職員が見るっていう保証はどこにもありませんから、今のところはこれ置きますよ、置くっていうのは。このままこれ以上僕はYouTube で言ったっていうことだけで問題提起はこれ以上深掘りはしませんけども、このようなことがこれから葛飾区民から僕のところにこんな録音禁止されましたっていうような情報が次に上がってこないようにしてくださいよ。公務員っていうのはね、全体の保護者で特に葛飾区役所の職員は葛飾区民に基本的にはつまびらかにやらなきゃ。だから税金を納めていただく区民に対してはね、クリアにしなきゃいけないんですよ。職員の能力がもう多分著しく低かったのか、どうしても12回にこだわったか知りませんよ。もうとにかく録音禁止だけやめてください。この収納対策がこれ僕すんごい怒ってますよ。録音禁止なんていうような公務員は一番信用できないからよ。本当頭にくるわ。こういう不正につながることですよね。区民に監視していただかないといけないんですよ、とにかく。ただね、ここを間違ってほしくないのは、行き過ぎた区民の愚痴っていうか苦情、これは業務妨害ですからね。偽計業務妨害だから、どっちにしても録音は取っといたらいいと思いますけど、とんでもなくむちゃくちゃなことを言ってくる人がいますよ、区民の中には。モンスタークレーマーっていうんですか、もうバンバン言ってくる人います。でもそれもね、限界があるでしょ。30分以上話が平行線になったら、そういう人にはもう出て行ってくれって言ってくださいね。電話だったら切ってください。文句言っても言い切れないぐらいですよ、本当に。頼みますよこれ、課長。こんなのは本当に禁止するんだったら条例を上げてくれ。頼む、これは本当に頼みます。こんなものを禁止しなきゃいけない正当な理由が本当にあるんだったら、条例案をね、上呈してください。もう以上です。NHK を、ぶっ壊。